い、皆さんこんにちは、ミカミックスです。スーパーロボット対戦 V 続きをやっていきましょう。次第7話になるんですけれども、まあ、やっぱりねちょっとシナリオ中何も喋らないとマジめっちゃ静かすぎるんで、まあ、シナリオ中も喋っていこうかなと思います。じゃあちょっと次のマップいきましょう。大ガミラス帝政、相当執務室。ガミラス帝国建国1000年、デスラー起源103年。こいつ103年も生きてんの？こいつの顔色すごいよね。ヒス。目がグワッとしてるもん。ゼーリック。無敵ガミラス、破れることなし。艦隊運用の責任者なんだ、リッツは。ドミル中将、宇宙の狼。中将とか大将とかなんかそこら辺は一緒なんだね、階級は。ちょっとした余興を用意した。帝国最前線の映像をご覧いただきます。相当ご自身が立案されたからです。ゲームを始めよう。惑星テロ。そんな映像を見せていいのかな。自分たちがやられる様を見るだけになると思うけど。大和艦長室。あ、まだ地球と交信できるんだね。すごい技術だよね。技術力はめっちゃ高いよね。ここら辺のいろんなロボットを出すときってやっぱり技術力の差がねあるからね。イデオンとか出すともう全てが終わるからね。宇宙が終わるみたいな。でもヤマトって大体 300m くらいだったっけ、船としては。ガンバスターのエルトリウムとかってめちゃくちゃでかかったよね。そのコロニー1個分くらいあるよね。あ、地球との最後の通信なんだ。ヘリオポーズを超えるヤマト。家族との交信を許可することにした。太陽系赤道祭。へえ、赤道って超えるの困難なんだ。ヤマト食堂。ごちそうとかどうやって作ってんだろう。 OMCS オムシスっていうんだ。ヤマトの食料生産のシステム、まあ、そういうのがね確立してればね食べ物に困ることはないから。なんかシビラシステムのなんだっけ、食料のやつも水と光と空気で作れますからね確か。あんまりよく覚えてないけど。太陽系赤道祭を始める。乾杯。私は飲めませんって。なんでこんなやつに一杯やろうなんて言い出したんだ。1人5分か。
ウモンのじいさん。こいつは誰？ヤマトのメンツがさっぱりわかんないんだよな。誰もいないところって。開かずの間。自動広報室。あそこって出るらしいよ。綺麗な女の人の幽霊。それ地球でよく見たって。何それ。見える体質、霊媒体質か。こんなところで接触する気って何？万全を期するためにもね。お探しのもの？南部くんどうした？帰ったら見合いしろと親に言われました。南部くん何歳？心に決めた人。相手が私だから照れてるんですかって。そんなことあるわけないだろうって。ひどいな。結局ぶっ放すもんなの。孫娘ってだって相当若いだろ。待つってどれくらいです？20年完全ロリコンだな。真面目な話になった。結局南部くんの思いの人はうやむやになったね。ヤマト通信室。ああ館長ね、なんか病気みたいだからね。ヤマト格納庫。まあこいつらはねパーティーに出るような感じじゃないからね。
そういう時代なんだね。なんか第25部隊って言ってたよね、こいつ。冥王星、冥王作戦。月面航空隊第25部隊、月最後のモビルスーツ部隊。こいつモビルスーツに乗ってたの？パーティー向けの顔ってなんだよ。大和左京亭。新しい人が出てきた。ああ、そっかそっかそっか。女の扱いって永遠の課題だよね、女の扱い。さっぱりわかんないよ。みんな家族を亡くしてるね。大和館内通路。ブラクモ3位。これ階級は下がっていく方が偉いんだよね。3位、2位、1位だったら1位の方が偉いと。徳川さん、つぶらな瞳の徳川さん。若者のノリね、もうついていけないよ。確かにもうマジでわからん、若者のノリとは。
酒は飲んでいいんだ、病気だけど。大和展望室。いや、土方さんと話してたじゃん。こいつ昔の自分を覚えていない。ここ1年間の記憶だけ。でも大体さ、なんか記憶喪失って言ってもさ、言葉とかはさ、基本的な生活とかは覚えてるよね。喋れるし、しかもなんか物の食い方とかもわかるし、みたいな。そういうとこは本能的なものなのかな。サーシャ・イスカンダル。ユリーシャ・イスカンダル。光年シリウス星系 18S ノットマジ単位がさっぱりわからん。大和第一環境。12光年を跳躍。地球の映像って言ってもさ、今地球青くないからね。青い普通に青いんだけど。地球が青い。8.6 光年。え、どういうこと？ここら辺のね、こうあれが分かんないですよね。なんか遠くなると過去になるみたいな。ガイデロール級シュバリエルブリッジ。ヒルデ。こいつの娘さんか。かわいいね。もう生きて会うことはないだろう。ジャンプ座標特定。ゲール将軍から届けられた例のものを使う。最後の決戦。こいつとの最後の決戦か。大和艦長室。情報庁入りますって言って勝手に入っていいんだ入りますって言えば入っていいんだ。どうぞとも何とも言ってないのに。そうか、一応人が住める星とかあるかもしんないんだね。出雲計画。これは攻撃か。大和第一環境。状況を報告しろ。左舷に衝撃。
艦隊を15度戻しますと。電子機器一部に作動異常、強力な過粒子砲の波動を検知、プラズマフィラメント接触、なんだそれは。確かに恒星から放射されているフレアプラズマの束だ。太陽風だよ。ビルケクランド電流が流れている全然わかんねえ。 G 的なもんか。重力場の歪み、ワープアウト反応、冥王星のやつらか。魚雷発射、やっぱり宇宙でも魚雷って言うんだね。これは第7話、交差する宇宙。ガスのようなもの、この赤いやつかな。未確認物体、エネルギー増加。プラズマを吸収し増殖。プラズマとガスを避けて進むルート。そのルートは？恒星に突っ込むことになる。ダイガミラス帝星相当執務室。さあ始まった。ご覧ください、相当テスラー魚雷。暇なんだね相当も暇つぶしにやったって。ガス生命体、物質のエネルギーを転換、はあ、無限に増殖。こいつらマジ相当に媚び売りすぎだろ。こいつすでに酔っ払ってんなこいつ。ガミラスに下品な男は不要だ。あっさり切り捨てるね。とりあえず突っ走っていけばよけね。シュルツ大佐とともに、まあ結構人望はありそうだからね、シュルツ大佐。
し行くぜ。前期出れるよね。近づいてくる敵を撃墜すればいい。ヤマト目標ポイントの到達。シュバリエルの撃墜。おお、行くぜ。まあ、とりあえずヤマトを中心に組んでいけば大丈夫でしょう。やっぱり射程の長いやつはな、前に出したいからな。ヤマト狙いか。戦艦も普通に突っ込んでくるね。沖田艦長にはヒット&ウェイをつけたから、三式融合弾、奥の方を狙おう。主砲三式弾装填。主砲1番2番三式弾装填。主砲1番2番三式弾装填完了。自動追尾始め。目標に照準合わせ。自動追尾よし。照準よし。ターン。いいね、これで進んでいける。28機関砲。スパイラルゲッタービームで倒せるかな。つけてあれだからな。ビームサーベルが1から2なんだ。邪魔をするな。落ちろ。一体何なんだやつは。ま、マチンガンはブレストバーンだな。こいつでとどめだ。ブレストバーン。軽トラ貢献減ってたか。ダメだ。ビームサンダー使えないかもだ。お前たちが来たか。地球は
からか。出会わせ願うぞ、エロンのエース。よくわかんない、エースだって。よし、いけるぞ。ロシュセイバーはこれしか当たんないか。ロシュセイバーを使う。空中での戦いの主役はやはり戦闘艦ということだ。人型の兵器などに何の意味があるというのだ。そちらのミスを4手前に戻って説明しようか。質問があります。今日のあなたはいつもと違いました。どちらが本当のあなたなのですか。大したことないって言ってたじゃん、こいつ。前方の敵、攻撃開始。ガミラス、もうお前らに負けはしない。こいつは動いたのか。動いてない奴はいないよね。よし。援護ブーブー入んなくてもいいと思うんだけどな。加速を覚えたね。完全にスーパーエースだな、もう。やはりサイズが小さいとちょっと火力が出ないね。これはデストリア急行。これはこいつを倒す方が早そうだね。まあただ最後には倒すけど、こいつを使うしかない。ガミラス万歳。三式融合弾がやっぱり強いんだよな。こいつを減らすか。主砲切り替え。主砲、三式弾に切り替え。主砲、三式弾に切り替えた。1番、2番、前方の敵に照準合わせ。目標を捕捉した。照準よし。ターン。なんという力だ。体幹戦闘を用意。これで攻撃に専念できる。波動防御とかね、マジすげえわ。やっぱ熱いんだ。艦長大丈夫か。
そんな暑いんだったらさ、そんな暑そうな服脱げばいいのに。ワープアウト反応。通常とは異なるパターン。あれって何？ちょ、よく見えなかったんだけど。ガンダム。あ、ティエリアのガンダムじゃん。量子ジャンプの実験のはず。あー、こっちに来たのか。一応ニュータイプと表明するんだ。クワンタシステムはまだか。標準地球語とかあるんだね。まあ見た感じガンダムだかんね。一応ダブルオークワンタになってんのか。ん？ダブルオークワンタだよね。大丈夫だよね。じゃあ倒せるやつを倒していくか。いきなりトランザも使えるね。使おう。ダブルオークワンタ、未来を切り開く。トランザ、シド、行くぞ。あの人型の地帯、テロン人の闘志そのものか。人型の兵器などに何の意味があるというのだ。攻撃するだけ無駄だ。ん？結構エネルギー減った？いくつ？ 5？
50も使うのか。マジか。人の上は持ってない。セラビーの分離力か。していこう。てかリープスラッシャーで決まりだな。戦艦の相手は散々してきたんだよ。我々は市民のためにも戦果を上げねばならんのだ。この一戦相当に下げるつもりで戦え。ダミラス、もうお前らに負けはしない。まあ向こうには向こうの事情があるようだけどね。そこどいてよダミラス。行くよユニングガスト。打ち掛けを打ち込む。ロケットランダーズ、こっちも楽しみましたよ。やれザルツァ。これが G コンビネーションよ。じゃあゲッターでいくか。これ使うまでもないな。スパイラルゲッタービームでいいか。ゲッタービーム。ザルザル。こいつは8700あるか。あとサンダーブレイクは使えないね。プレストボンでいくか。俺の前に立つからには覚悟はできてるんだろうな。敵は焼き尽くす。行け、プレストボン。近接防御、これ以上の接近を許すな。正面から火力で打破する。おお、食らった。やりやがってな。だが勝つのは俺だ。え、 50% か。攻撃をかいくぐりさえすれば、このタイミングならいける。終わりだ。ガンダムめ、噂以上に恐るべき存在だ。メランカ発艦準備。前方の鉄柱攻撃開始。おお、当たった。あの人は戦争に飲まれているのか。減った。あくまでヤマト狙いか。間違えた。ちょっと待って。こうか。
さあトビアで倒すか。念のためビームザンバーで。生き残った人たちのためにも。やめてたまるか。これが戦略だ。テロンジンよくもよくも。ゲッター届かねえな。加速はなしか。ファイナルビームで援護をつけるか。聞いて、私の胸の内。熱いわよ。ブリガストビーム。人間中央の火だ。こうなれば我慢しなく。テロンの人型機動兵器など物の数ではないわ。してくれたじゃない。燃えてきた。この中を突っ込む。ターゲットを固定。仕上げはこいつだ。これ以上の接近を許すな。的なものがあるね。こいつで燃え尽きろ。あ、バリアフィールド持ってんだ。まだ戦況は五分だ。やらせはせん。規格外の兵器まで出してきた。どうやらグレートの合格らしいな。イープスラッシュ。人間の中央の火弾。弱い。結構総力戦になるね。普通のトライトルコ。そうか、ここであれか、スマッシュヒットか。違う、どれだ。ダイレクトアタックがいいのかな。で、かつスマッシュヒットは足りない。急にしたことのつけは必ず払わせる。ビームライフルではダメか。いずれは敵に集中砲火を浴びせる。今こそダルジ人の誇りを見せるのだ。全部かわしてるよ。この程度の腕で。じゃあ最後は主人公機で倒しますか。3500 EX アクションが使えないな。倒せるか。劣化で弾数っていうのはいいね。戦艦の相手は散々してきたんだよ。 FCS ミサイルを選択。この中を突っ込む。バリアフィールド。ターゲットを固定。仕上げはこいつだ。万歳。よし、完璧だぜ。Aアダプターとバリアフィールド手に入れた。やった。最大戦速で突っ込め。
押してくる気か。なるほど。会長、総監を戦術長に回せ。総監、戦術長に回します。上下全閉鎖、統制注入機作動、安全装置解除、エネルギー充填 120%、 ターゲットスコープオープン。照準誤差修正プラス2度、対ショック対先行防御、電源クロスゲージ0-20、照準固定、発射まで3-2-1、波動砲発射、波動砲ターン。なかなか面白かっただろう。ザーベルク、了解。暴走本当か、兄さんってこいつら兄弟か。銀河系ヤマト応接室、
丸くなったね。まあ昔の刹那だったら確かにとっつきにくいかもしれないけど、ルートは確立した。実験を開始する。何の奥方、何にも鍛えられてないね。ダブルーも結構好きなんで、運動性は3段階鍛えて、エネルギーは5段階鍛えようで、照準値はやっぱ3段階必要だよね。ラファエルをどうすっかだな。一応ちょっと来てとくか。ヒュッケバイン、ヒュッケバインもな。1、10、100、1000、10万か。あんまり金があるわけじゃないね。やっぱ照準値大事だよね。ちょっと照準値はみんな5にしとくか。どっからだ。大丈夫だと思うんだよね。でエネルギーを鍛えて、金が足りる、足りなそう足りない。まあいいや。強化パーツって何か手に入ったっけ。あれ序盤も遊びさせてねえし。ブラックゲッタークワンタなんかつけたいけどな。 A アダプター、てか A アダプターをつけなきゃいけないやつとかいるの。今宇宙だよね。基本的に宇宙適性が B のやつ。まあいっか、ヤマトとか全部大丈夫だよね。じゃあグレートマジンガーにバリアフィールドでもつけとく。でエアダプトもつけとこう、なんとなく。はい、というところで、じゃあ第7話はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。